エルマンノ・オルミは、イタリアの映画監督、脚本家、撮影監督、映画プロデューサーである。1931年7月24日、イタリア・ロンバルディア州ベルガモ県トレビーリオに生まれる。1953年、22歳で映画監督としてデビューし、5年間でドキュメンタリーや短編を20本以上制作した。1959年、初の長編、Il tempo si è fermatoを発表。1961年、長編2作目の定食が同年のベネツィア国際映画祭でイタリア批評家賞など3つの賞を受賞。英国映画協会、サザーランド杯も受賞し、翌1962年のダビッド・ディ・ドナテッロ賞では監督賞を受賞した。1963年に発表した長編3作目の婚約者たちは、第16回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、国際カトリック映画事務局賞を受賞。同作は、フランスの同世代の映画監督、ジャン・リュック・ゴダールが映画批評誌、カイエ・デュ・シネマ市場に発表した1964年のベスト10で、アルフレッド・ヒッチコックやハワード・ホークスの新作を抑えて第1位に推した。1965年には2年前に死去した、ローマ教皇ヨハネ23世の自伝を映画化したE venne un uomoを発表した。1976年、家族と共にミラノからアジアーゴ高原に移住する。1978年、ベルガモ地方の農民たちの生活をドキュメンタリー風に描いたキグツの木を発表。同年の第31回カンヌ国際映画祭で、パルムドールとエキュメニカル審査員賞を受賞し、翌1979年にも、セザール賞の外国映画賞、ナストロ・ダルジェント賞の監督賞、原作賞、脚本賞、撮影賞の4賞を受賞した。同作は1979年に、日本でも劇場公開され、伊丹十三をはじめ多くのファンを獲得した。映画、聖なる酔っ払いの伝説各賞受賞時期1987年の偽りの晩餐は同年のベネツィア国際映画祭で銀獅子賞、心理学会賞、国際映画批評家連盟賞の3賞を受賞。翌1988年にはヨーゼフ・ロートの小説を原作にした聖なる酔っ払いの伝説が同映画祭で金獅子賞と国際カトリック映画事務局賞を受賞し、翌1989年のナストロ・ダルジェント賞では、監督賞と脚本賞、ダビッド・ディ・ドナテッロ賞でも、監督賞と編集賞を受賞した。2001年のジョバンニは、第54回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、同年のフライヤーの国際映画祭では、作品賞を受賞。その他に、ナストロ・ダルジェント賞の監督賞、ダビッド・ディ・ドナテッロ賞では、作品賞、監督賞、制作賞、脚本賞の4賞を受賞した。2003年の屏風の影で歌いながらでは、市川淳を主演に起用した。2004年、ロカルノ国際映画祭で名誉表彰を受賞。2008年には、第65回ベネツィア国際映画祭で、長年の功績に対して、栄誉金獅子賞が授与された。一時期は2007年のポー川の光を最後の劇映画としていたが、2010年代に入ってからも日本でも公開された楽園からの旅人や緑は蘇るといった長編劇映画を制作した。近年はギランバレー症候群に罹患して長い闘病生活を送っていたが、2018年5月7日に死去したことをイタリア政府文化財文化活動省が発表した。86歳没。定食に主演した女優ロレダーナ・デッドとの間に生まれた息子、ファビオ・オルミは撮影監督となり、父の監督作でカメラを回している。ありがとうございます。